じゃあ有利に戦っていく方法っていうのを話しようと思って、これ何かっていうと、結論としては、仕組みを作る側、もしくは仕組みを活用する側で働くことですね。別に何かっていうと、仕組みを作るっていうのは、例えば Uber とか Amazon とか、まあ、Google とか、まあ、そういったその巨大企業、まあ、こういった企業っていうのが仕組みとか、あとまあルールメーカーって言われたりすると思うんですけど、まあ、ルールを作る側ですね。で、ここに、まあ、働けたりしたらもう最強だと思うんですけど、まあ、これが第一の方法で、で次としては、仕組みをこううまく利用する側。例えば僕とかもそうなんですけど、僕個人で稼いでる理由って、Google の、プラットフォームを利用したりとか、あと YouTube のプラットフォームを利用したりとか、まあ、個人でそういった感じで大企業にこううまく波乗りすることによって収益を上げる。まあこれが2つ目の方法で、3番目の方法としてこれやっちゃダメというかあんまり良くない方法なんですけど、それが仕組みの中で働くということですね。でこれ、まあ、先ほどお話した通り、例えば Uber って新しいテクノロジーが出てきたら、Uber の運転手が稼げるみたいな、そういうの話題になったりするんですけど、まあ、ただ冷静に考えてみると、車ってこれから自動運転になっていきますし、まあ、Uber の運転手とかって正直その、まあ、事故ったりした時の保険とかもないんで、まあ、トータルで考えるとそんなに美味しい仕事じゃなかったりするんですよね。まあ、ただ僕がこういった話をしても Uber の運転手とかって一時的には稼げたりするので、まあ、そういうのをやる人っていうのは増えるというか、まあ、減らないとは思うんですけど、まあ、ただ僕が思うに、まあ、こういったグローバル企業が作った、まあ、仕組みの中でなんか、まあ、搾取ではないですけど、まあ、そういった働き方っていうのはあんまり実は良くないんじゃないかなと思っていて、その、まあ、そうじゃなくて活用する側ですね。僕だったら Google の SEO っていうのを活用したりとか、YouTube を活用するとか、自分はその大企業のどういった部分を活かして戦ってるだろうみたいな、まあ、こういうのを考えるのも結構その参考になるんじゃないかなと思います。まあ、なのでこういった感じで、世の中っていうのは今後こう二極化っていうのが進んでいって、で、それでさらに言うと、二極化進んでいった時に、動画の前半に戻るんですけど、下級国民っていうのが出てきちゃうわけじゃないですか。で、こういう人たちの、まあ、一番最下層の人とかだったりが、まあ、犯罪を起こしちゃったりするみたいな、まあ、こういう時代になりつつあるというか、まあ、すでにもうなってるのかなみたいな、そういう気がしています。で、あと最後にちょっと勘違いさせちゃったらよくないので、一つだけ補足しておくと、世界の格差っていうのは、今、正確に言うと、縮小しています。で、なぜかっていうと、その、まあ、先進国の中での格差っていうのは広がっている状況で、例えばアメリカ国内での賃金格差が広がっていたりとか、多分日本とかもそうだったと思うんですけど、賃金格差がその先進国の中では広がっている。一方で、一昔前って、例えば中国とかインドとか、あとはまあ、アフリカとかですね、こういった国ってめちゃくちゃ貧しかったわけじゃないですか。で、貧しかったんですけど、最近はそっちの国が価値が伸びてきているので、世界全体としては格差は縮小しています。まあ、ただ、先進国の中でこう、逆に生まれている。で、なんで生まれるかっていうと、例えばインド人が優秀な人、中国人が優秀な人っていうのがアメリカとか日本とかに来て、で、そこに先進国の人の仕事を奪ったりしてるからですね。まあ、奪っていう表現正しくないかもしれないんですけど、まあ、そういった感じです。まあ、なので、最後にちょっと話をまとめていくというか、まあ、僕の個人的な意見を言っていくと、Amazon とか、まあ、Uber とか、まあ、世の中便利になってるんですけど、まあ、果たしてそのテクノロジーの発展によって、まあ、世の中の人々の生活っていうのは果たして幸せになってるかみたいな、このあたりっていうのは、ぶっちゃけ今かなり疑問だなと思いつつも、まあ、ただ、まあ、そこでその新しいテクノロジーを破壊しようとか言っても、正直それって無理だと思うんですよ。だから、一個人としてできることは、まあ、世の中そういうふうに進んでいっちゃっていうのを受け入れて、じゃあ、その上で自分はどういうポジションを取っていくか、どういう戦い方をしていくか、これを考えることだと思います。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。